一度掴んだハートは離さない Represent福岡マリカとサイミアエストラアントラ EAK ここ九州から全土に響かすメロディー With a Freak。 皆さんこんばんは。福岡アツバリカとスタイルコーラスグループ Freak です。大地です。ゆうきです。ゆうきです。ということで今日はあの3人でやっていこうかなと思います。はい、ちょっとね今日悟はあのそれこそあのレギュラーでやってる、はい、仕事のためね NBC さんでやらせているあのレギュラーが悟あるのです、ね、毎週金曜日、はいはい、そちらのちょっと特番のためちょっと前乗りしててですね、うん、今日ちょっといないので、はい、今日3人でお送りしたいと思います。はい、はいはい、10月11日に我々 ZEPP 福岡でライブして、はい、うん、それを終えて、まあ、いよいよ11月4日新しい EP をリリースするということで、はいはい、まあ、本当それに向けて皆さん楽しみにしてると思うんですけども、はい、ちょっと寒くまたなってきたので、うん、急にね、うんうん、しかもあの気づけばねあの缶コーヒーがね普通にいつも買ってたところでホットになった。うん、ホットになった。おお、もうそういう時期ですね。そういう時期やね。気づかんで俺アイス飲みたかったのにホット出てきたけど、あおうと。缶コーヒーはやっぱアイスの方がうまいよね。うん、わかるわかる。うん、そうなんよ。ホットはなんかまたあのパックとかで家で作ったものが、まあ、そう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 曲がったりするもんね、うん、そう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 、まあ、そういう季節の変わり目を感じてるフリークでございますが、今日もね、番組宛てに届いたメッセージを紹介していきたいと思います。はい、はい、ラジオネームゆうこさん。はい、おい、フリークの皆さんこんばんは。こんばんは。ZEPP のライブお疲れ様でした。はい、残念ながら ZEPP には行きませんでしたが、一人で部屋を真っ暗にして大きめのパソコンの画面の最前列で、梅シロップを飲みながら腕を振ったり大声で歌ったりオンラインライブを楽しみました。素晴らしいですね。特に大好きな Do You Wanna から Go Ahead、 アンセムとつないだ R&B 感強めの流れがすごく良かったし、初めて聴いた新曲が自然に体を揺らしてくれる大人のグルーヴ感ですごく良かったですと。まだフリークの皆さんにはなかなか会えませんが、皆さんの作る音楽歌声がやっぱり好きなんだと再確認できましたと。ありがとうございましたと。11月の EP も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。そうですね、今回のセットリストはまあ本当に頭から結構なんかフリークの男らしさと泥臭さと R&B をバンと一気に確かに4曲で頭から見せたみたいな。確かにね、それはあるわ。エンプティーからのね、はい、あれはなかなか良かったんじゃないですかね。そうですね、濃かったね、うん、頭からわーっと頭からわーっと言いましたね。頭からいっぱい声出しましたね。そうですね、頭が一番声出しましたね。そうね、頭がやっぱ一番ね。そう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 、声出しすぎて、出しすぎた、びっくりしたかもしれない。テンション上がりすぎたかもね、頭で。確かに確かに、あれ頭で俺こんちょっとだって4曲終わって水飲むとき、あれもうちょっと喉枯れとるかもしれないぐらいちょっと声出しすぎましたね。確かに声出した、はい、確かに、まあ、そんぐらい結構まあ熱いライブだったと思うんでね。はい、はいはい、で、あの、まあ、コメントでも来てる通り、はい、まあ、本当にあの新曲も良かったと、はい、リアルラブですよね、リアルラブとミステリアスガールフレンド、うん、はい、本当にこれはまた今までのフリークとは違って、よりよりより一層ね、より一層、本当それこそグルーヴ感書かれてましたけども、うん、まあ、その30歳になる今年、まあ、ちょっと年相応な音楽を提示できているような、まあ、なんか一皮むけなんじゃないかなみたいな自負しております。そうですね、完全に、うん、これは完全に、はい、うん、一皮むけました、ね、うん、はい、まあ音楽のクオリティもそうやしね、大人になりましたよね。大人になりましたよね。いろんな経験して技術も高めてっていうので、本当にまたいい EP ができたので、はい、11月の EP ぜひ聴いてください。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、じゃあその EP の中から1曲ね、はい、皆さんにお届けしたいと思います。はい、この曲はもう先行配信ですでに、各種配信サイトで聴けますので、はい、チェックしていただきたいと思います。それでは聴いてください。11月発売の EP456 の中からフリークでミステリアスガールフレンド。ことを運ばない世界、一つになった日境に先取りする不安と恐怖。今まで何度も恋をして、今更何を恐れて、俺も知らない俺がいる、捨てに手をくれの予感。 Down, down,
フリークでミステリアスガールフレンドでした。はい、我々フリーク11月8日にビートステーションで、はい、ニュー EP456 のリリースイベントが、あります、はい、こちらまた会場で見に来て見ることもできますし、はい、オンラインでまた配信しますので、ぜひね、ホームページに飛んで、チケット情報を、見ていただいて、はい、ゲットしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、引き続き皆さんからのメッセージもお待ちしております。今日みたいにフリークへの質問や身近な話題などお送りくださいね。はい、また我々フリークは、随時オフィシャルウェブサイトで情報も更新しておりますし、はい、あと Twitter、Instagram、あと YouTube チャンネルなどもあるので、はい、そちらもチェックしてください。はい、ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。以上、フリークでした。今まで何度も恋をして、今更何を恐れて、俺も知らない俺